能の魅力、装束の話、その6、今回は縫い箔についてお話をしてまいります。刺繍と箔押しで模様がつけられた装束で、男性にも女性にも使うことから、さまざまな模様、地色がございます。右側が金字に蝶。 左側が根地に秋草の模様となっておりまして特徴としては裾の模様が左側に寄っていて右側にあまり模様がないこれは着た時に下側に入る部分は模様をつけない方が着やすいことからこういう形が取られておりますまた背中の部分もお客様に見える部分ではないことからあえて模様をつけずに着やすさを追求した形になっております 上の方に刺繍のあるものとないものがありますが付け方によって見える部分見えない部分があることから用途に応じてこの模様の付け方も考えられておりますこちらの金地に蝶のものは男性の侍などの役にも使われることから上に模様が必要になってきますこちらが 厚盛りの舞台写真になりますが、ハッピ、肩脱ぎという付け方で、この場合は、袖と胸、ここしか模様が出ません。なので、ここにも刺繍が必要になります。それに対して、こちら、これは羽衣という曲で、腰巻き付けという付け方なので、今度は下側だけしかお客様に見えない。 ですからこういう用途で多く使うものは裾だけに模様をつけるということで作られております。こちらが今の写真で使っていました赤字に待つ藤の模様の縫い箔になります。上の方は金と銀の箔で蝶の模様がつけられていますがこのように銀がこのぐらいまで色変わってきたものが 時代の色ということで私たちはいい色になったという,ふうに考えておりますこちら色なしの金字秋草は上の方はもみじとイチョウの箱押しだけ裾の方に秋草の模様が付けられています主に共助物に使うことから庶民の役用ということで草花だけの模様が付けられております この妻が長く作ってある空折りでも厚板でも申しましたがこういう形で使うことからこの長さが必要になります妻の部分が後ろに非常に長くなっていて この長さ、が後ろが上がっている部分で役を表したりすることから、この長さがどうしても必要になることになります。こちらが、若竹色に秋草。非常におしゃれな色なんですけれども、取り合わせが難しく、使い方によってはやぼったくなる装束でもあります。地色が明るいことから、色なしにも、色々にも使えるように、 このように赤い色も刺繍の中に取り入れていたというのがこの衣装族の特徴になります。他にも様々な模様、様々な色のものがありますが、これはまた折を見てお話しさせていただきましょう。それではまた次回お目にかかります。失礼いたします。